なんか結構いろんな男子に声かけてるらしくて。え、そんな感じの人？呼び出しては放置？すっぽかす的な。約束破る病気みたいになってるらしいよ。え、2年生の人に謝ったんだ。今更だけどね。先輩、来週法事っすよ。え、家族構成のあり方ですとか。うわ、マジだ。無職には辛いっすよね、法事。知世だって不登校じゃん。違いますよ、私は自分の意思で学校行ってないだけなんで。これが新しいお墓と言いますか。違くないじゃん。ジャイアントパンダは先輩、何してるんですか。履歴書書いてる。2歳の誕生日を迎える来年6月以降。やっぱスーツいるのかな。どこ行った。ねえお母さん、俺のスーツ知らない。嘘だろ、やっぱ似合わないよな。見ててくれよゴルドバーン。やっぱりダメだ。よもぎ、もう行くよ。はい。じゃあお母さん行ってくるね。うん、だから上条さんとご飯。うん、よもぎ行くよ。うん、声でかいんだな。なんか言った？やっぱでけえ。明日上条さんとご飯行くって言ってたよね。すいません、君の予定に合わせてたのに。ほんとごめん。ごめんじゃなくてさ、ご飯なんていつでも行けるんだから。また今度でいいでしょ。へえー、